出た。受験票のやつ。お家帰ってやりな。おごってもらうんだよね。はい、ここからはタイムラプスになります。友達にアカウントを教える代わりに勉強赤を作らせたので紹介します。なんでプラナリアって思ったので弾いてみたところ、プラナリアが好きだからと言われました。本人曰く可愛いらしいです。下の自己紹介もプラナリアの分類らしいです。こういうちょっと頭おかしいところが好きです。鍵垢なのでフォローリクさえ送ってくれればフォローするかもと言っていました。投稿はまだないです。この日は本当は文化祭の次の日でお休みだったんですけど、まあ遊びに行かず、模試が11月にあるので、で生物とかあと化学とかも入ってくるとのことで、生物の勉強を一緒にしていました。まあ、互いに生物得意科目というか、まあ、単純に争い合ってるので、まあ、いい点はなるべく取ろうとしているので一緒に勉強してるって感じです。まあ、本当は文化祭終わった後なので、他の方みたいに、まあ、みんなはだいたいカラオケ行ったりディズニー行ったり遊んでたんですけど、ちょっとですね、模試の成績がさすがに低すぎるとやばいのでっていう理由で勉強してます。とても偉いです。ただ起きるのめっちゃ辛くて、なんか最初は10時に待ち合わせしようとか言ってたんですけど、早すぎて逆に体がしんどかったかなと思ったので11時にしたところ、まさかの私が遅刻したという感じでしたね。なのでこの日は勉強内容的には生物の問題集ずっと解いてる感じです。使ってるのは生物基礎のセミナーですね。生物基礎のセミナー全部とりあえず解いて、もしは受けようみたいな感じです。でも私の目標点数的には90点取りたいんですけど、取れる気がしないんですよね。先生曰く80点は取ってほしいとのことでしたんですけど、無理な気がしなくもない。いや、一回も受けたことないので難易度がどれぐらいなのかっていうそのデータがないので何とも言えないんですけども、90点って普通に考えたら高くねみたいな感じで、どんだけ高い要求をされているんだと思いながらも勉強をしています。常に生物の勉強しかしてないんで、多分周りからは生物オタだと勘違いされてることが多いんですけど、まあ好きあらば生物の話一生してるのであながち間違っちゃいないんですね。なのでまあ期待されること自体は悪くないんですけど、期待を裏切ることはあまりしたくないので頑張りたいと思います。そういえば友達の紹介全然してないやと思ったので紹介します。名前ちゃんと動画内で何の名前にするかって聞いてないので、まだ友達のまま行きます。アカウント名のまま行くのかどうかわかんないですけど、この方はですね、高校2年生の時に学校のクラスが同じになって、でそこで仲良くなって、で期末1学期の期末から一緒に成績を争うっていうことになって、でずっとそこからライバルですね。ちなみに1回も勝ったことないです。だいたいなんか差があります。で、すごく地頭がいい、才能があるみたいな感じの性格してます。短期記憶型で、あとは数学がめっちゃできる、まあ、単純計算が得意って本人は言ってました。で漢字もできるし、英語は苦手って言ってたけど多分勉強すればできると思うし、優秀なのでめっちゃ尊敬してます。後半ではだいたい勉強に飽きてきちゃって
て互いに質問し合ったりしながら教え合いながら勉強してました。最後までご覧いただきありがとうございました。もしこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。